どうもウリュウです。シーズン前半戦ハイライト動画、今回は第3弾をお送りします。19番、ここね、今のとかね、地味ですけどね、右の選手に気づいてないふりして、誘って止めるというテクニックがあります。はい、このビッグセーブ、相手の大カウンターを全速力で戻って、うちのセンターバックのアジリティのなさを、カバーする、俺の右足を届けスライディングね。はい、大事なのは心の中で俺の右足を届けと叫ぶことで、ここいい連携からの裏のパス、こういう連携はもっとねチームで増やしていきたいですよね。3人目の動き、フリーキックからチャンス、はい、ゴール。今シーズン2得点目を挙げました。完璧に、まあ、フリーになってここジャンプ1番、はい、ズドンと決めました。はい、セレブレーションも生きてます、だいぶ生きてます。はい、この試合は第8節ですね。さっきの試合が第7節でして、実のところ第6節が、動画上がっておりませんでした。なので、この試合は8節となります。ここのね、あの相手のブラザーズユニオンっていうチームも、永田ブラザーズユニオンという相手も、うちのねクラブハウスからすごい近いんですよね。それこそね、第1節で戦ったアランバーが徒歩5分圏内であれば、ここのブラザーは徒歩10分圏内のチームとなります。はい、これ別にね通そうと思ってるわけじゃない、相手を押し込むためのロングキック、セカンドボールが味方に行く狙い。もうね、第3弾となれば解説しがいがないような気もするんですけど、意地でもね、もう第4回分作っちゃってんで、この動画含め、あともう1個の動画を音声解説するので、ぜひともご視聴の方よろしくお願いします。ウルナガタ、はい、ここね、ドリからの裏パスト、いやー、わー、コーチ陣、首脳陣も怒りを隠せない顔でしたね、今の。いや、今のね、入り方ですよね。もうちょいね、後ろから入って、ファーポストの方から入ってくれば、多分得点取れたんじゃないかという、この連携ね、こういう連携を出してほしいですよね。こういう3人目の動きの連携、大学時代にめちゃくちゃ教わりました。やっぱり3人目がね、ボールに関わってくると、リズムがね、生まれたり、相手もね、簡単に崩れるというか、やってることは単純なんですけど、結構簡単に崩せるのが3人目の動きです。ちなみに相手のブラザーユニオン、前期リーグは、何ポイントだっけな、6ポイントか5ポイントか6ポイントで、ケツから2番目となっております。この試合はね 1-0 先制されましたけど、この後2点取って逆転勝ちです。相手のトラギアをガツンと、はい、潰します。グランド状態の方はボッコボコでしたね。見ての通りハゲてるところがあると思うんですけど、まあそれハゲてるところとか関係なく全部ボコボコでした。引き寄せてチョンと、すごく牛丼が食べたいです。今海外に在住している人あるあるだと思うんですけど、日本食でめっちゃ庶民的なもの食べたいっていう、僕はラーメンだったり、牛丼だったり、そばうどんだったり、卵かけご飯とかね、めちゃくちゃ食いたいですよね、今。だから案外ね、高級な寿司とかね、別にまあ食いたいですけど、一番なんだろうな、手軽に手に入りそうな、なんだろう、コンビニのあんまんとかね、ああいうのがめちゃくちゃ恋しくなります。この天の声のね音声解説もだんだんと、もう同じようなプレーしかない。ってか僕がどれだか分かります？基本ワンタッチツータッチなんで、あんまり分かんないと思うんですけど、まあシーズンが終わった時には総集編ということで、本当にこれはナイスプレーだったなっていうハイライトも作る予定です。まああと後期リーグ12試合あるので、どのプレーがピックアップされるのかは僕も分かりません。はい、相手ゴールキック、
これ後ろ下がりながらとなかなかね難しいですね。前に飛ばすのからの裏パスと、ワンタッチパス、ここの攻撃の芽を摘んで、これが確か2点目の起点となりました。相手の体を触りながらニアでクリアと。はい、変わりまして、こちらは第9節の試合となります。相手のゴールキックを、はい、ワンタッチで裏パスと。こういうシーンあまり載せなかったんで今回載せますけど、審判の近くにいる白の選手、僕ですね、チラ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 相手の位置を確認して、パスコース危険なところを消してポジショニングを微調整してます。で、大体この辺にこぼれるのかなっていうので、ここで、はい、パスカットと。こういう地味なプレーなんですけど、僕はすごい大事にしてて、これで飯食ってると言ってもいいぐらい僕はこのプレーに誇りを持ってます。はい、相手を右手で押しといて、今も後ろ確認して、はい、パスカットと。まあもう一回見たいなっていう人は巻き戻して見てください。ロングスローからのヘディングと、もうちょいでしたね、入りそうでした。はい、相手の右サイドの選手がボールを持って、この時点でね、相手がどこにいるか確認して内に誘い込んでパスカットと。この時ね、フォワードの選手のパスコースを切りながら内に誘うというのがポイントです。相手のゴールキック、今ね一番左端にいる選手僕です。味方と相手を確認しながら左足のアウトサイドで背後にパスと。こういうフリックもよくやります。相手のスローインでトラップギアを潰すと。遠くてね、あんま分かんないんですけど、これは味方がクリアしたのを、はい、セカンドで拾ってパス。ここも首振って確認してどこに出すっていうのをね指示しながらポジショニングを微調整してます。入りすぎないね、これ入っちゃうとね17番の選手がボールもらえないんで、あのドリブルのコースを消したんで、ここに構えておいてパスを受けると。で、展開、相手がね逆に変えると思って重心がこっちにずれてたんで、はい、右サイドの高い位置を取ってた選手にパス。これはコーナーからのこぼれでしたね。ここでターンして強引に突破します。これね、ストライカーの10番の選手が斜めに走ってくれると思って貯めてたんですけどね、打てばよかったですね。ちょっとね悔いが残ります。相手のフリーキック、セカンドを拾えなかったんで、はい、ここあえて開けといてのパスカット。もうあそこしかないって、あえてね大げさに開けといてからのパスカット。久々に、何試合かぶりに裏抜けます。多分今年初めてぐらい裏抜けました。はい、久々すぎて追いつけませんでした。確か相手のコーナーのこぼれ、はい、見といて、2タッチでパスと。これ、確かね、いいチャンスになる。1対1。いやー、決まんなかったです。味方のパスカット。周りを見といて、左に出すふりして、はい、ターンと。フリーキック、永田弾く。で、この中盤相手がねターンするの誘って、はい、先読みでカット。すごくね分かりづらいプレーですけど、もし時間があれば巻き戻してみてやってください。永田がここで、はい、弾くと。もうこれとかね、ボランチ拾ってほしいんですけどね、もうちょい戦って。で、追うんですけど、はい、相手がね、クロス上げてずれてることに気づきます。マークがずれてることに気づいて、ここでスライディングと。はい、ブロックです。なんとかね、失点を免れました。これね、欲を言うなら、チームメイトがね、ポジショニング微調整してずれてほしいんですけどね。まあそういうのも含めて、こっちでサッカーやるということなんで、外国人がこうやって戦ってね、パフォーマンスをね見せていくしかないんです。そんな感じで第3弾終わります。第4弾の動画があるので、そちらの方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。